いつかのどこか、とある王家が治めるベルデ大陸。小さくもつつましく、この国の人々は幸せに暮らしていました。王家には代々不思議な力が受け継がれ、精霊たちとの契約によって国土を栄えさせてきたのです。王家の偉業の数々は王の指輪と騎士の剣によってなされ、今なお伝説として語り継がれています。そのためか、王家には奇妙なしきたりがいくつもありました。お城のお姫様は18歳の誕生日に北の祭殿で祈りを捧げなくてはなりません。それが王家の指輪に宿る精霊との約定だというのです。今代のリリー姫の誕生日は数百年に一度ある奇怪な月食の晩でした。付き添いを許されたのは姫の幼馴染でもある少女騎士ジャンヌだけ。ジャンヌの思いはただ一つ、必ず姫を守り抜くこと。ここがどう？お化け！姫様！平気よ。王家の祝福。ジャンヌ。あ、大丈夫。姫様。暖かい。これが、お待ちください。モンスター？まあ、お下がりください。すごいわ。本当に。そうね。ね。はい。ジャンヌ。平気です。急ぎましょう。はあ、行きましょう。それに、そうだ、ねえ。私は、でも
それだけよ。姫様、ありがとう。ね。仰せのままに。姫様、祈りよ。怖いわ。立ち去りなさい。あなたたちが。確か…姫様…行かなきゃ。精霊の舞い踊る国と歌われし地、ベルデ。治水家風の精霊たちと結び、大陸を治めたのが、初代のベルデ王その人であったという。かつて悪しき影、邪悪の化身が国土を犯した折、友たる魔剣士を従えて、精霊の加護を指輪に宿し、三度目にしてようやく、黒き城に救った巨悪を封じたのだと語られる。だから儀式はこのために行われ続けていた。伝説の悪魔。いや、だとすれば、
ジェンヌ、お願い、ジェンヌ。よし、ありがとう。はあ、お気になさらず、どうぞお持ちください。どうかご無事で。さて、ありがとう。しようかな。おいで。すいません、教えてください。モンスター？私に。ありがとうございます。
ですが。なるほど。どうしようかな。姫様との思い出。ありがとうございます。大丈夫。なりません。あれは。ありがとうございます。海の匂い。ここには確か。
負けられない。
助けてくれてありがとうございます。すごいです。なるほど。ごめんなさい。でもですが、きっと信じられない。確か、この指輪に。ではまた。これは。これは。この指輪に。ですから、お役に立てることはありますか？お任せください。かしこまりました。よし。